クイちゃん、見かけです。今日は先ほど、松屋のキムチーズ牛丼食べて向かっております。かなり風が強いですね。すごい風だ。早速、電車に乗って行っていきたいと思います。着きました。今、東京国際フォーラムに向かっております。今、ここそうなんですけど、入り口まで歩いてます。単純に人生初の美術館です。今の時刻は12時ちょっと過ぎくらいですし、チケットは朝、来ました。ネットで。すごい素敵な看板を見つけた。行っていきたいと思います。こちらに行きます。着いた。できます。行ってまいりました。2時間ぐらい。ゆっくりと作品を見てきました。欲しかったポストカードと美術館を見ていいなと思った言葉のポストカードを買ったので、帰ってからゆっくり紹介したいと思います。すごく良かった。皆さんもぜひ来てみてください。前売り券買ったらなんとすごく素敵なポストカードいただきました。一番気に入ったかもしれません。まだちょっと時間あるんで、お散歩してから眉毛のメンテ行きたいと思います。行ってきます。無事に横浜行き着きました。眉毛は結構しっかり濃いめに入れてもらってきました。また毎日ワセリン塗ってしっかり定着させていきたいと思います。ただいまです。みかげです。今日はアートメイクのメンテナンスに行ってまいりました。今年入って2回目のアートメイクのメンテナンスです。しっかりキレキレリン入れてもらってまいりました。今は結構濃いめに色が出てるんですけども、1週間ほどすると馴染んで自然なカラーに仕上がってくるかと思います。3日ぐらいはこのぐらい濃いかもしれません。前回アートメイクに行った時に、近くに美術館とか博物館あるかなって何気なく調べたら、相田みつをさんの美術館があるということを知りました。前回行った時は月曜日で休館日だったんで行けなかったんですけども、前日の夜まで悩んでまして、11日の夜のライブ配信でそのことを皆さんに話したら、ぜひ行ってみた方がいいんじゃないかということで、ドキドキリンワクワクリンで一人美術館人生初行ってまいりました。有楽町駅の国際フォーラム出口っていうところがございまして、そちらを出て目の前が国際フォーラムなんですけども、歩いて5分くらいかなで相田みつをさんの美術館に着きました。入り口から素敵な作品が飾ってあってですね、すぐに場所がわかりました。美術館のなんと素敵なポストカードのプレゼントがございまして、こちらが一番ミガギッチ大好きになっちゃったかもしれません。買おうっていう作品なんですけども、仕事は何でもいい、一生懸命に生きている人の顔はみんな美しい、美しい顔になりたいという作品なんですけど、そんな人になりたいなと思って、職員サンプル頑張ろうと思って、そこから入場すると撮影 OK の作品が何点か飾られていまして、綺麗なお花と絵もついてる作品もたくさんあって、そのうちの一つも撮影可能ということで撮影してまいりました。中には展示室がいくつか分かれてまして、素敵な作品たくさん飾られてるんですけども、そこにですね、本人がその作品に対しての思いとか
書いてる文章も添えられてるんですよ。あと息子さん、館長さんの言葉とかも飾られててですね、すごく難しい言葉もたくさんあったんですけども、その説明を見て理解が深まりましたね。いつの間にか大人になって子供の頃分かっていたことで、うまく言えないんですけども、大人になってこう忘れてたようなものをですね、思い出したかのような2時間半でしたね。すごく今の自分の考え方とか行動とか考えさせられるような作品がたくさんありました。これから自分が一生懸命やりたいこと、まっすぐに初心忘れず頑張っていきたいと思いました。皆さんもぜひ機会があったら相田みつをさんの美術館行ってみてください。ほっこり温まる言葉もたくさんありました。あとはその作品に対しての思いですね。それが本当に素敵でですね、ものづくり大好きりんなみかぎっち、とても感動しました。毎日毎日たくさんの作品を書いて、一つの作品を何度も何度も作って、一つだけ気に入ったものを残しているそうです。お土産はですね、行く前から欲しかったありがとう、こちら購入してまいりました。後でお部屋に飾ろうかなと思っています。ものすごい数のポストカードがある中、ありがとうを含めて3つのポストカードを選んで購入してきました。皆さんが心打たれた言葉とか感動した言葉とか、きつい時とか辛い時にこの言葉で頑張れたよって言葉があったら、ぜひコメント欄で教えてください。これからも自分が行きたい美術館とか博物館いくつかあるんで、行ったらこんな感じなんですけど紹介していけたらと思っております。皆さんもおすすめの美術館とか博物館教えてくださいね。それじゃあ今日はこの辺で、私は